ブクブク茶を泡立てる前ブクブク茶。茶線でかき混ぜていくと泡が盛り上がっていくブクブク茶の完成。砕いた落花生を振りかけて食するブクブク茶は沖縄県で飲まれるフリ茶。入れ米を煮出した湯と茶の湯を混ぜて泡立て、その泡を茶の湯と赤飯の上に持って飲む。特徴的な泡が名称の由来である。土壌が石灰岩や珊瑚礁に由来する沖縄では水は 基本的にアルカリ分を多く含む香水である。その水で入りゴミを煮出し、三品茶や晩茶とともにブクブクサラと呼ばれる直径25センチメートルほどの木鉢に入れる。これを20センチメートル以上の大きな茶栓で泡立て、茶と少量の赤飯が入った茶碗の上に、ソフトクリームのように盛る。最後に、いった落花生を上に乗せる。 ブクブク茶にとって豊かな泡が最も重要とされ、適切な高度の水を用いることで1時間経っても消えない泡を立てられるという。また、米の焙煎度合いと濃度が泡立ちに大きく影響する。他の地域のフり茶と比べると、大きな鉢で人数分の泡をまとめて立てるのが特徴である。正月の期間中の誕生式や旧暦9月の都市日などに振る舞われる点など、徳之島のフり茶である。 福井茶と共通点が多い。一説によれば、天正十五年の北の大茶会で茶の代用として用いられた小合子が琉球に伝わり、王朝でブクブク茶の原型が作られたという、作法師の接待などに使われたブクブク茶が広がり、首里の氏族などの間で飲まれていた。1757年に漂着した琉球船から聞き取った大島筆記によれば、当時の琉球では、 年配の女性が煎茶をフリー茶にして飲んでいたという。那覇や首里を中心に池江島など、琉球各地で、近世後半まで飲まれていたと推測されるが、明治時代にはブクブク茶の習慣が下火になった。さらに、第二次世界大戦後は、那覇市内の市場で一部の行商人が予約制で販売していたものの、収属は一時途絶えていた。 1950年代後半から復元の動きがあり、有志の研究によって1980年頃に復元された。1992年には沖縄伝統ブックブク茶保存会が発足している。復元後は茶の儀式としての文化面も研究が進められているほか、沖縄らしさの象徴として同じ冠言葉のブックブックコーヒーが商品化されるなどの動きも見られる。 しかし、現在の首里王族や、氏族の末裔は、これが、首里で飲まれていたことを強く否定している。田舎で、見せ物的に飲まれていたものを、近年の沖縄ブームに乗って、商業的に広ませたというのが、歴史に詳しい人間の見解である。旧琉球王家の第21代当主、正政の長女、井ーフ子は、社会奉仕団体、仏壮花の会の会長。 NPO 法人琉球の茶道ブクブク茶消し野の会の初代総裁などを務め、根下のある滋賀県彦根市から滋賀県他でブクブク茶の普及活動を行った。ありがとうございます。